私、株式会社エクスプローラー営業本部野狩と申します。この度エクスプローラーパルテックブースでは超高精細映像伝送に関する製品をご紹介しております。ギアボックスボードは 12GSDI での映像伝送を評価いただける評価基盤になっております。イコライザーをはじめとしたメイコム社の SDI 製品を搭載した 12GSDI の映像伝送を実現し、ザイリンクス FPGA を活用し 12GSDI から 3GSDI4 本などといったレート変換を行うことのできる多様化したシリアルインターフェースに対応することのできるコンバーターとしてもご活用いただくことができます。エクスプローラーではこのようなハードウェアの提供はもちろん、 12GSDI に関わる技術におきましても私たちの技術を生かしご協力をさせていただくことができます。 H265HEVC エンコーダーです。放送の現場で求められるメイン422-10bitプロファイルをサポートし、より効率的で高品質な映像伝送を実現いたします。 4K60p の映像伝送に対応した EHU2400E ではエクスプローラーの高速シリアル伝送の技術を生かして超高精細映像の非圧縮伝送に必要な 12GSDI に対応した最先端の映像伝送シーンにご活用いただけるエンコーダーになっております。もちろん既存の HD コーデックで使われていた映像伝送の現場においてもより効率的なコーデックで安定した映像伝送を実現することも可能になっております。またパルテックからは 8K、4K 画像処理装置イメージキューブをご紹介しております。映像の合成やアップコンバートなど超高精細映像に対応した画像処理装置になっております。豊富な FPGA 高速トランシーバーを備えたメインボードと物理インターフェースを備えたサブボードで構成されておりまして、この度は今後の超高精細映像伝送の要となる 12GSDI に対応したサブボードを新たにご紹介しております。こちらはサムテック社ファイアフライケーブルによって最新のインターフェースから既存のインターフェースへの最小限のカスタマイズでの移行をすることを可能としております。エクスプローラーパルテックブースではこのような 4K、8K に対応した製品を対応にご紹介しておりまして、これからの超高精細映像伝送にご活用いただけるソリューションとしてご提供いただけるものと考えております。映像伝送に関してご興味のおありの方はぜひ弊社ブースまでご来場ください。